あ、ライアンの腕がなくなった。ママ。ママの負け。ライアンズワールド、僕と一緒に遊ぼう。床が溶岩に覆われてるって想像してみて。じゃあルールだけど、二人で戦って溶岩の海に落ちた方が負け。準備はいい？いいよ。位置について、よーい、バトルスタート。おお、足元すっごくグラグラするね。こっち来い。離れなきゃ危ない。いや、あ、おおおおおお、いや、いや、わお、わお、おお、外れろ。ダメ、やめて。ダメ。えい、それ反則だよ。あ、待って。僕が勝つとこ見たいよね。いい？行くよ。ドーン。第一ラウンドはパパの勝ち。僕も負け。次は第二ラウンドよ。二人とも準備はいい？いいよ。それじゃあ、よーい、バトル。よし、行くぞ、ライアン。いや。おお。あっち行け。やった、やった。あれいいの？やった。僕を台の外に押し出した。パパ残念。まあいいさ、三回勝負だよね。よし、わかった。第二ラウンドはライアンの勝ち。やった。ブー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 。次は第3ラウンドよ。1、2、3、はじめー、ファイト。技を見せてやる。シャリケンパパー、見よこの動きを。風感じる？風なんて感じないよ。えい、あえいえい。今のなしだろ。もちろんあり。なに。というわけで、溶岩の海に落ちるなゲームはライアンの勝ち。やったー。わーい、もっとすごいハリケーン。わーい。よーし、みんな、次のラウンドはママ対ライアンだ。どうせ負けるのはママさん。私強いわよ、パパよりね。見てこの筋肉。あー、よし、3、2、1、スタート。よし。あ、いや、いや、いや、昔から修行してるんだから。いや、いや、負けるもんか。準備運動だよね。そう、準備運動よ。腕をほぐして。よし、ここからが本番だ。本番に備えてね。始めましょう。3、2、1、始め。ライアンふらついてる。スピン攻撃。無駄な動きだな。逆向き攻撃。何遊んでるの。えい、足を攻撃。やっはっと。やっ、ふぅ。あ、ライアンの腕がなくなった。なくなった。あ、あ、ママ。やった。あ、ママの負け。パパにもママにも勝った。ヤッホー。オッケー、それじゃあ次はここにいる私たち3人で戦うのよ。準備はいい？うん。最初に溶岩の海に落ちた人が負け。それがれるよ。もうさあ、2、1、スタート。ちょっと2人とも僕を狙わない。ほらほら、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 止めろ。行くか。ちょっと、ダメ、ダメ。パパ、助けてくれてありがとう。パパのおかげで落っこちなくて済んだ。ママに腕が取られた。勝った、勝った。オッケー、それじゃあさっきの試合はなしだよ。パパを倒すの、力を合わせて。準備はいい？スタート。集中攻撃。やられるもんか。腕いただけ。足に引っかかった。やった、やった。頑張れ、ライアン。腕は無事だ。頑張れ。勝った、やった、勝った。おお、また勝った、やった。パパはこのゲームのチャンピオンです。やった。よし、追加のラウンドはボスバトル。ボスはパパよ。だって
チャンピオンだから。でもライアンとママが力を合わせてパパを倒す。どうせ口だけさ。準備はいい？いくよ、始め。3、2、1、ゴー。やあライアン、その調子よ。パパを突き落として、突き落として。これはきつい。ライアン倒した。やだパパったら。パパったら。やったって負け？いや勝った。さて2階の部屋に場所を移して、いよいよ本当の最終ラウンド。ママとライアンにはボールプールで最後のバトルに挑んでもらう。続いてルールを説明しよう。ボールプールの壁に触れたらその時点で負けとなる。触ってもいいのは今手に持ってる棒だけ。いいね。オッケー、準備はいい？1、2、3、スタート。お激しい戦いだ。いやいや、うわ、ダイアン触った。見たよ触った壁触った。ママの勝ち。ママの勝ちだ。よし、今度は僕がパパを押しまくるぞ。できるのか。3、2、1、ゴー。気持ちいい。もっとやって。それじゃちょっと背中がかゆいんで書いてもらうかな。負けるのは確定だよパパ、覚悟して。それってどっちみち負けるって意味？絶対僕に勝ち目はないってこと？いいさ、やるよ。どうせ勝つんだから。3、2、1、ゴー。おーおーおー、やっ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 、いくぞ、スペシャル攻撃。あブロックされちゃう。そらやった。今度こそ本当にマジで本当に最後のバトルだよ。準備はいい？よし始めよう。3、2、1、ゴー。よし今度は本気出すぞ。いいな。ゲームのチャンピオンは僕だ。みんな見てくれてありがとう。いつもハッピーで元気いっぱい。バイ。やめろやめろって。次回も見てね。じゃあみんな、今日遊ぶゲームはジャイアントコネクト4。負けた方には顔にクリームのパイ。やめて、もうママこれ負けたことないんだから勝負しよう。よし始めよう。僕は紫、先に僕からね。やっぱり真ん中だよ、一番いい場所。ママは赤、ダイアンが入れた場所の上。ここもいい場所でしょ。またその上に入れる。ここもいいよ。さあどうする。ママの作戦は分かんないけど、とりあえず僕の番だ。僕が入れるのはここだよ。ママの作戦を台無しにしないでほしいけど、まだ秘密の作戦があるの。実は僕も秘密の作戦でやってたんだ。はい、入れた。どこかに4つ揃ったのが見えるかな？紫が4つとか。まだ揃いそうなところはないよ。ってことはママがこのまま勝ちそうね。ママの作戦を止めなくちゃね。大丈夫、ママの作戦は終わってない。次はここ。僕はここにしようっと。待って、別に何も変なことないよ。1、2、3、やめてやめて。赤をここのてっぺんに止めたよ。次はここ。いいこと思いついた。よし僕の何勝ち。え、なんで、どこが勝ち。ここで4つ揃ってるでしょ。嘘、みんなこれ見た？ほら、斜めに揃ってる。よし、紫が4つ揃ったからこれは僕の勝ちだ。待って、じゃあパイ2回の勝負にしてみない？つまりもう一度勝負して勝った方が相手にパイを1回じゃなくて2回つけるの。いいよ。ラウンド2はママが先よ。赤を真ん中に入れる。じゃあ僕はその上に入れよ
ならママは作戦変更。次はママのすぐ横に入れるね。ママの邪魔してるけど平気？ママどうしたいんだろう。ねえ、ここは全然気にしなくていいよ。もう僕わかっちゃった。無視しちゃっていいから。ママは隠してるけど、ここを止めないとね。もうあとちょっとで勝てたのに。でも勝てなかったよね。まあね。どうしたいんだろうね。まあ僕は作戦を続けよう。あー、もう負けられないの。とりあえずここを止めておこうかな。ここも。じゃあ次はここに入れよう。よ、今のところ危ないところはなさそう。じゃあ赤の上に重ねるね。赤2つ、赤が3つ。楽しいよね。僕の勝ち。どうして？楽しい。イエー。あ、ライアンの勝ち。どうして？ここと、ここと、ここと、ここで4つ。イエーイ、勝った。ママ、負けたらパイを2回だよね。どうしよう、負けた。でもやっぱり、もう1回勝負しよう。今度はパイを3回。オッケー、じゃあ受けて立つよ。次はパイを3回だからね。やっぱりまずは真ん中に入れよう。ママは今度は反対側。反対？ちゃんと止めなきゃ。じゃあ次はそうだな、ここだ。待って、これは危ない。もう少しで4つ揃えそうだったね。危ない、止めなくちゃ。ヒュー、ヒュー。じゃあ僕は別の作戦でやってみるよ。ビューン。どんな作戦なの？まだ紫は2つ。まだまだよ。ママがどんな作戦かは知らないけど、僕は自分の作戦でやってくよ。ママも自分の作戦に集中。これで3つ。まあ、ここが危ない。気にしないで。ほらここだよ。こっちは気にしなくていいから。止められちゃった。ピョン。ライアンが狙ってるのはここ。ほら紫が2つ。あー、見つかったよ。じゃあママはここを止めなくちゃね。やだな。よし、止めた。なに？別に。あー、わかった。ここはやっぱり止めなきゃ。嘘、もうちょっとで4つ揃うはずだったのに。また紫で止められた。ここは作戦を変えないとね。さあどうする？じゃあここに入れよう。なるほど。ママが勝つ。僕が勝つ。ママが勝つ。僕。さあどうやって勝つつもり？これでどうだ。無理無理。ライアンの作戦が分かったの。でも止められそうよ。ほら紫が1、2、3。あ、だけど止めちゃった。ママ、実はね。何？ここを見逃したんじゃない？ほら。あ、嘘。ほらここで揃ってるでしょ。あ、コネクト4。あ、どうしよう。ってことはママの負け？そう、これでママにはパイを3回当てるよ。これ以上は4回に増やすとかでも勝負は続けない。あー、わかった。うー、お手柔らかにお願い。いいよ、じゃあ最初のパイ。多すぎるのはダメ。もうよくない？まあ最初だからちょっとだけにしておいたよ。そうかな、これが少しだけ。そう、多いよね。こんなのちょっとだけだよ。3、2、1。おお、あ、おお、おお、うわうわ、ダメ、まだ怖い。やっちゃった。あ、2回目。よし、んんん、2回目もほんの少しだけね。ちょっとだけだよ。少しじゃない、いっぱいでしょ。3、2、取らな、取って。こすりつけないで。でも美味しいからいいか。だね。だけどもうない。いやいや、まだダメだ、もうないみたいだ、出てこないよ。
イエーイ。これダメだね。もうないの？最後はいっぱいにしたかったのにな。まあね。イエーイ。待って。やだ。うわ。最後はライアンがやれば。やめて。えは。やったね。取れる。えは。だけどすごく美味しかった。だね。見てくれてありがとう。バーイ。僕たちはいつもハッピーで元気いっぱい。バーイ。やあみんな、今日はママとパンケーキアートチャレンジをやるよ。僕が勝つって決まってるけどね。それはどうかな。まずは一人ずつルーレットを回して、どのキャラクターのパンケーキを作るか決めましょう。アルファレクサがいる。 EK もいるね。コンボもいる。レッドタイタンも。それじゃあ僕が先にルーレットを回すね。どのキャラクターに当たるかな。はてなマークで止まった。ってことはママが選ぶ。その通り。いくよ。ダンダダダーン。ダークタイタン。おお。ライアンにできる？多分。そう、ライアンのは決まり。次はママの。どれになるかな。アルファレクサ来て。アルファレクサ。はあ。ギル。よし、かかってこいライアン。おお。その前にスペシャルゲストを紹介するのを忘れてた。コンボ、今日の審判だよ。元気コンボ。コンボバンガー。どんなパンケーキアートになるか楽しみだ。二人とも頑張れ。出来上がったらジャッジしに来る。後でね。じゃあ始めるよ。最初に描くのは顔の輪郭。わあ上手。大きな顔。今のところいい感じね。次は髪の毛。すごくくねくねしてる。さあ、ママがギルを描く番。まずはあの大きな口。こんな感じかな。ギルの大きな口。次は頭を描こうっと。イエーイ。もうスペースがない。ギルごめん、ここで切るね。許して。手を描いて、あ、ヒレも描かなきゃ。あとは目と眉毛。ヘッドフォンを忘れてた。ギルに怒られちゃう。ゲームができないじゃんって。ママ急いで。ああ、先に描くんだった。ダメだ。ギルごめん。ギルの服は赤いから、これを使って塗りつぶします。でもこれ赤っていうかピンクみたい。塗り塗り。目はもう描いたよ。今は目の周りを囲んでいる紫色のものを描いてるんだ。どうしよう、早くしなきゃギルが焦げちゃう。ヘッドフォンも赤く塗らなきゃ。できた。鼻は全体的に白いから白で塗って。イエーイ。これギルが見たらわかるかな。歯も白。ちゃんと歯磨きしてるもんね。ヘッドフォンの上のところも白。オッケー、バッチリね。ライアンの方はどう？すごくいい。今何描いてる？眼帯。間違えた。間違えて黒いのを使っちゃった。あ、裏返したら大丈夫かもよ。髪の毛をもう少し足そう。髪の毛を足すのね。ママの方はだいぶできた。あとは青で塗るだけ。ギル楽しみにしてて。いいのができるから。オーイエーイ。容器が硬くてなかなか出ない。青で埋めなきゃ。イエーイ。ねえ、ママが勝つかな。でもコンボがギルを選ぶかしら。嘘。どうしよう、蓋が外れちゃった。見て、こんなことに。大丈夫だよママ、こっち側は見えない。でも綺麗にできてたのに台無し。ラッキーだったんだよ。こっちは裏だから。そう。じゃあうまくいくかな。大変なことになってるけど、きっと大丈夫。よしと、あとは少し待って、ひっくり返すだけ。僕は肌の部分をぬらーっと全体にかけるんだよね。そう。それじゃあひっくり返しましょう。ギル頼むわよ。1、2の3。あ、うわー、どうこれ。あー、いいんじゃない。まあまあかな。まあまあ。すごいでしょ、これ最高傑作。じっくり見てる。評価は A プラス。
A ってとこ。ええー、まあいいか。口がちょっと変だから。舌を書き忘れたの、そのせいね。ダイアンのもひっくり返しましょう。まだ生っぽいけど、こねたらいけないからね。ええ、よし。崩れるかもしれないけど。さあ、どうなるか。1、2の3。わあ、かっこいい。どうこれ。いいね。なんか髪型がおしゃれ。お皿に乗せましょう。コンボをジャッジして。コンボ、君はどっちの方がいいと思う？選んで。僕が作ったダークタイタン、めちゃくちゃかっこいいでしょ。ママが作ったギルは、これもいいでしょ。さあ、コンボをどっちにする？オーイエーイ、2人のパンケーキ跡をジャッジするぞ。なんだこれ、ライアンママはギルを作ったみたい。あんまり似てないな。ギルって言われりゃギルだけど、どうなんだろう。ダークタイタンだ。でも待てよ、パンケーキになっちゃうと全然怖くない。っていうかかっこいいじゃん。こいつは難しいな。でも選ばなきゃ。よし、決めた。勝者はダークタイタン。ライアン、君の勝ちだ。イエーイ、勝った。嘘、僕の方が絶対いいって思ってた。そんな、次は頑張るからね、ギル。それじゃあ2回戦。ニン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 。ライアンは2K ドゥードルのケイトね。そう、できる。オッケー、じゃあママも回すね。多分全身かける。そう、頑張って。白黒だから簡単だね。さてママは、テック。おやまあ、テックよ。おやまあ、ママ僕のこと正確に書いてね。頑張るね、ペック。じゃあ僕はケイトを書くよ。いい感じ。目と髪の毛も書いてね。そうそう、わー、よくなってきた。てっぺんのポニーテールも書いて。あー、まだだよ。ポニーテールの前にリボンを書かないと。今書いてるのはてっぺんの長い髪の毛ね。上手。次は顔の中を描く。その間にママはペックを描くね。大きなメガネをかけてるから、まずはメガネ。うわ、完璧。大きなメガネ、こっちも大きなメガネ。そしたら次は頭。大きな頭を描きましょう。髪の毛なかったのね。うわ、ちょっと大きい。うわ、なんかエイリアンみたい。それ誰？どうしよう、ごめんペック。今描いてるのは足みたいなところ、うん、これ足かな。足だよね。上手。最後は気をつけて、 K を逆向きに描くの。そうそう、いいじゃない。それじゃあここで加熱しましょう。はい、さあママのペックを見てみて。ペックもいい感じ。お腹についてる雪の結晶マークを描いたの。星みたいになっちゃったけど。ペックのお腹は白で塗りつぶします。リボンをピンクで塗るの忘れてた。大丈夫、まだ間に合う。ダイヤも白で塗ってるのね。ペックの小さな口は黄色で塗って、わっ、顔はほとんど白。焦げるから早くしなくちゃ。ゴーゴーペック、早くリボンを塗らないと。2人とも急がなきゃ。まだできないの？ママ、もうできた。ほら、まだじゃん。あとは紫で塗りつぶすだけ。ああ！カメラがオフの時にダイアンがペックを壊した。大丈夫、まだなんとかなる、直せるよ。ペックの手が取れた。待て、僕スイッチを切る。ああ、ごめんペック。これは取ってもう一度書くね。こっちの手を書き直す。パンケーキでよかった。簡単に手をつけられるから、これでいいかな。危なかった。僕もママのペックを直す。何してるの？ハラーン、ハローって書くんだ。 H-E-L-L、 それと O、 ハローって言ってる。じゃあママのペックをひっくり返しましょう。ハローを裏返しちゃうの？ええ、ハローはおしまい、バイバイよ。 1、2の3。くるりん。わあ、ペックが焦げてる。ペックがバカンスで日焼けしたみたい。
コンボは気に入らないと思う。あー、コンボペック大好きでしょ。親友じゃないの。絶対そうだよ。一人でできる。こっち側手伝おうか。そうそう、その調子その調子。はい、ひっくり返して。わあ、できた。すごい、ケイトも焦げてる。うん、すごく日焼けしてる。日焼けしすぎだよ。さあコンボ、お皿に乗せるからジャッジして。どっちの方がよくできてる？僕のこねた日焼けケイト、それかママのへんてこで全然似てないめちゃくちゃな日焼けペック？そう、こねこねペック、どっちがいいコンボ？さあ2回戦だ。どんなのができたかな。ペックだ。うわあ、なんだこの頭の形、脳みそが増えたのか。これ意外と好きかも。でもライアンのパンケーキもかなりいいね。あのキャラクターのまんまだもんな。それじゃあ今回の勝者はペック。2回戦はライアンママの勝ち。イエーイ、勝った。わーい、どうもありがとう。僕のペックの声真似してあげる。おやまあ、すごい、僕勝ったよ。最後の勝負だよ。何に当たるかな。くるくる。僕はロボコンボに決まり。ロボコンボ、ママの番よ。いけ、ロボコンボ大。アテナマークってことはライオンが選ぶ。最後の勝負はロボコンボ対ロボコンボ。いいよ、どっちのロボコンボが勝つかしらね。全身でいく？顔だけ？まだ教えない。よし、それじゃあ僕はどこから描こうかな。うん、頭。ねえ、何それ、ボンボの頭？本当に頭なの？まあね、そう。この辺にヘッドフォンがあるでしょ。なるほど、オッケー。それじゃママも頭を描く。パンダの顔だから大きな丸ね。うー、パンダの顔。それから耳、パンダの耳。こっちもね。わー、うまい。僕のは失敗。まあいいや。そして目、次は耳を描く。髪の毛、もさもさもさ。そして大きなヘッドフォン。わー、ママ早い。そうよ、プロだもん。次は足。あら、切れちゃった。ごめん、ロボコンボ。これは手。僕は顔だけにする。大きすぎたから。そう、何なのそれ。それ何以来よ。これはまだできてない。わかった。じゃあどんどん進めて。ママはこっちのヘッドフォンを塗るね。コンボと同じ赤いヘッドフォン。ロボコンボのヘッドフォンも赤なの。ここにあるロボットみたいな線も描かないとね。僕が言ったんだよ。ありがとう。怖いモンスターみたいになっちゃった。僕のは失敗。まあいいや。ママのも。それから髪は緑色ね。いつもは。うわ、しまった。何？口がちっちゃすぎた。これが口。大丈夫、ロボットなんだし気にしないで。裏返したらよくできてるかもよ。さあ続けて。まだ目も描いてない。じゃあ目を描いて。僕の目、ロボコンボの目だよね。うん、この目って何色？なんか目の色？そう、なんだろう、黒と蛍光の緑かな。あとは赤い銀河。何それ、裏返せないじゃない。どうするの？ママはもうすぐおしまいよ。全体を銀色で塗るね。ロボットだから鉄とかアルミニウムとかの金属でできてるでしょ。はい、こんなところかな。髪の毛は何色？髪の毛は緑っぽいね。ええ、あとは少し待って裏返す。耳を塗りつぶすよ。次はこっちの耳。さあそろそろかな。ママのロボコンボをひっくり返しましょう。どんなのができてるかな。1、2の3。ロボコンボ、うまくできてて。もし僕が勝ったら。わー、崩さずにひっくり返せた。かっこいいゾンビロボコンボって感じね。どう、ダイアンのは塗りつぶせた？はい、あとは少し待つだけ。じゃあこっちもひっくり返しましょう。
全部裏返す？まあできれば。よし、よし、全部全部いけそう。よかった。いくよ、ライアンのロボコンボ。1、2の3。どうでしょう。うわ、これがライアンのロボコンボ。そしてママのロボコンボ。絶対僕の勝ち。いよいよ最終決戦、ロボコンボ同士の対決だ。こっちはライアンママのロボコンボか。ちょっと顔が怖いな。足は切れちゃってるし、もう少しクリエイティブだといいね。うわー、こんなの見たことないぞ。これめちゃくちゃ最高じゃん。抽象的な芸術、美術館に置いてもおかしくない。どっちを選ぶかはもう明らかな。ライアンのロボコンボの勝ち。わーい、勝った。まあこれちょっと何かよくわかんないけど勝ちは勝ち。なんでライアンが勝つの？ママの方がいいのに。そんな、イエーイ、僕の方が勝った数が多かったね。だから僕が優勝。よかったねライアン、見てくれてありがとう。僕たちはいつもハッピー、元気いっぱい。バイ。今日のパンケーキアートの中でみんなが一番気に入ったのはどれか教えて。うん、バイバイ。ロボコンボ。やあみんな、今日はママと一緒にハロウィーンのパンケーキアートチャレンジをやるよ。そうなの。まずはこのルーレットを一人ずつ回すよ。当たったものをパンケーキにするっていうルールなの。それでもしライアンがママに勝ったら、ご褒美としてキャンディーコーンを5つあげる約束をしちゃった。手加減しないよ。お先にどうぞ。じゃあ回すよ。キャンディーコーン欲しいな。ゾンビに当たった。帽子をかぶったゾンビにしよっと。この辺に帽子を描くよ。大きい帽子にする。オッケー、とりあえず帽子の枠はこれでよしっと。この後はそれじゃあ帽子の中を塗っていこうかな。じゃん、かっこいい帽子。次は緑の生地でゾンビを描くよ。これがゾンビの顔で、それからゾンビの体ちっちゃい。でゾンビの手、ゾンビの足、もう片方の足、ちょん、こっちもちょん、それと目ができた。よし、顔の裏側に字を書こうっと。はい、よし、こうしてこっちもこうして、このゾンビにはこれもつける、翼。あとそれからあれも作ろう。帽子から線が出ていて、その先にあるのが太陽。メガネの耳のところ、ひっくり返したらこの裏側にメガネを描くんだ。やっぱ金のイヤリングにしよう。 iPad を持たせよう。これはアプリ、もう一個アプリをつけよう。あともう一個ここ、それから黄色いアプリ、よしと。で iPad を塗りつぶす。ブワー、よし。あとは何を足そうかな。 T シャツのロゴを書こう。ゾンビの T シャツ、裏返すから文字は逆に書かなきゃ。じゃん、よし。あとは手と足を塗りつぶそう。Tシャツも、はい、これでよし。このあとは裏返せばいいだけ。焼けたらね。それじゃあひっくり返すよ。これは大人に頼んでね。いい？1、2の3。くる？わあ、すっごくかわいい。あー、太陽が取れたけど大丈夫。ママが何とかしてあげる。気をつけて。できた。
これは翼で、こっちに持ってるのが iPad。 いいじゃないでしょ。ここにクールって書いてある。今回は逆にならなかった。そう、でもママが勝つ。これなら楽勝。はい、ママの番。いくよ、何に当たるかな。わあ、キャンディーコーン。簡単じゃない。絶対ライアンに勝てる。始めましょう。特大キャンディーコーンを描くよ。三角形に近い形ね。うん、完璧かも。これでよし。そしてキャンディーコーンは3つに分かれてるから線を引きましょう。キャンディーコーンの一番上は白だから白で、ぬりぬり、バッチリ。そして真ん中はオレンジ色。最高、美味しそう。ぬりぬり。で、キャンディーコーンの一番下は黄色。黄色。はい、ひっくり返すよ。1、2の3。わあ、見て、ちょっと焦げたけど上出来。それじゃお皿に移してどっちがいいか比べてみましょう。ママのかライアンのか。すごいでしょ、おいしいキャンディーコーンよ。どっちが勝つと思う？僕のゾンビかママのキャンディーコーン。上のところ白くないよ。ちょっと焦げただけよ。そうでしょ、みんなはどう思う？それでは2回戦。はい、じゃあルーレットを回すよ。ハテナマークだ。僕が好きなものを選べる。これにしよう。クマの巣。まずはこの部分から始めよう。で、こう行く。それから今度はこう行って、こっちもこう行く。こっちも同じように。で、こうやって全部の線をつなげる。あとこの辺にももうちょっと足そうかな。こうして、それから真ん中もこれで、よし。やっぱりまだもうちょっと付け足したいな。この辺から線をこうやって引く。あとここにもこうやって引く。違う色も使おうかな。あ、その前に雲を描かなきゃ。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、雲。色をつけるよ。この辺がいいかな。ちょっと緑を入れてみよう。ぐるぐるぐる。いろんな色を使おう。おうおうおう。あとこれも紫紫紫紫紫の点々をつけよう。全体にオレンジ、カラフルな雲の巣。あとこれは青緑か青か水色。ピロ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 。じゃん、できた。はい、それじゃあひっくり返すよ。どんな蜘蛛の巣かな。1、2の3。壊さないで壊さないで。あー、よし、すごくいいじゃない。素敵。焦げちゃったけど大丈夫。ママは僕のカラフル蜘蛛の巣に勝てるかな。楽勝。はい、ではママの番。どのハロウィンパンケーキに当たるでしょうか。さーてー、かぼちゃ。これは簡単ね。だってここに見本がある。見ながら描けばいい。さあ行くよ。かぼちゃのランタンくん。かぼちゃのランタンだから、まず大きなかぼちゃを描きます。丸い目と三角の鼻、そして口、歯もある。それから目玉、ちょうど真ん中にちょん。特別なかぼちゃにしちゃおう。虹色のかぼちゃよ。はい、まず使うのは赤。赤、ぬりぬり。2番目に使う色はオレンジ。ぬりぬり、オレンジ色。3番目に使う色は黄色。ヒッヒッヒ。次の色は緑。
次の色は青、最後は紫。藍色はなかったけどね。素敵なのができそう。よし。で、かぼちゃの目はオレンジにしようっと。ぬりぬり。鼻もオレンジ。口は赤にする。どう？口紅みたい。はい。よし。次はてっぺん。ここは茶色。面白いじゃない？できた。完璧でしょ。ではひっくり返します。虹色かぼちゃ 1,2,3 はい、ドン。わー、見て、バッチリ。素敵。狙いやん。ママの勝ちじゃない？比べよう。みんなはどっちがいい？僕のカラフルクモの巣か、ママの虹色かぼちゃ。かぼちゃのランタン。あら、ここは緑じゃなくていいの？これが芸術よ。ママの方がいいでしょ。みんなどう？まあ、ライアンもよく頑張ったからご褒美をあげる。キャンディーコーン5個、プラスおまけ2個ね。イエーイ。じゃあね、キャンディーコーンいただきます。ハッピーハロウィン。僕たちはいつもハッピー、元気いっぱい。Ha ha 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 ha!